どうも皆さん、お待たせいたしました、たいちでございます。さあ本日もやっていきましょう。いまだに挨拶がまだ決まっていないたいちです。さて本日の動画はですね、まあまだ紹介しきれていない商品がたくさんあるんです。それがあちらですね。このボックスの中にはまだ紹介しきれていない商品がたくさん溜まっておりますので、どんどん紹介していかないといけない。今日なんで珍しくこういう帽子をかぶっているかっていうと、ワンポイントおしゃれみたいなね、こういつも俺パジャマっていうか寝巻きで撮影してるじゃん。よくみんなに言われるんだよね、いつも同じ服装だよねとか、おしゃれはしないんですかって。だから俺もちょっと帽子をかぶって、まあちょっとここだけねおしゃれに行こうかなって思ったわけよ。頭痒くなりますよね、なんか帽子かぶってると。さあということで、じゃあ今回何を紹介するかっていうと、こちらドン、こちらアオソって読むのかな、アオソって読むんだろうか、アオソさんのゲーミングヘッドセットでございます。もしも間違ってたらすいません、アオソと呼ばないのであればすいません。 7.1 チャンネル、サラウンドサウンドで USB の PC ゲーム用ヘッドホンということで、まあこれゲーム用ヘッドホンなので、まあ PS4 でもパソコンでも多分やれると思います。接続方法は USB なんで、プレ4でも多分可能かな。プレ3はちょっとわからないんですけども。それじゃあ、まあ、とりあえず、開けていきましょう。よっしゃ、オープン。うん。わぁ、なかなか、あ、なかなかいい感じですよ、これ。あ、もうそう、あ、そういう感じ。はいはいはい。あ、結構ごっついわこれ。でこれ何がちょっとかっけえなと思っちゃったのは、この横についてるこのトラタイガーのマークが両サイドにあるんだけど、ちょっとかっこいいよね。ちょっと中二病シックがいいですね。あ、マイクはこういう感じなんだ、へえ。ここ二重になってるじゃないですか、これがね。でもここでもうあれだね、頭の大きさによってこう勝手になってくれるやつですね。だから自分でわざとカチ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 とかやって合わせる必要がない。まずはちょっとかけましょう。まずね、もう今かけた瞬間思った意見があって、あ、これメガネやってる人にとっては辛いな、これこれメガネかけてる人にとっては辛いですね、やっぱり。それからもう一つですね、こちら、まあ、頑丈なケーブルのあれなんですけど、まあ、これ USB がついて、これパソコンとか PS4 にカチッてやるんですけど、今ちょっとざっと説明書を読ませてもらった限り、こちら、まあ、見てもわかるんだけど、マイクをミュート、オンオフに切り替えるスイッチとかがないんですよ、これ。まあ、ついてるとすれば、この裏側にホイール、音量ホイールがあって、まあこれ多分耳、あれ聞こえてくる音を上げるやつか下げるやつかのみのやつなんですよね。だから今時のね、ゲーミングヘッドセットで、ミュートミュートっつうか、自分の声をオンオフに切り替えられるスイッチがないっていうのは、ちょっと痛い、辛いっていう部分がある。やっぱ常にこう喋りたいわけじゃないからね。常に喋っていたいわけじゃないですから。まあとりあえずこれがね、どれくらい素晴らしい音をちょっと、出してくれるのかっていうのをちょっとね、今からレインボーシックスやってね、確かめたいと思う。あ、これ一つ思ったのは、ここ見てわかりますかね、 PS4 に接続した瞬間青く光ってるんですよ、ここ。あ、これはなかなか中二病チックでかっこいい。あー、いいねこれ。あとはやっぱりここら辺が優しいっていうか、つけてて痛くないですね、ここら辺は。やっぱりこういう感じのヘッドセットは結構いいかもしれない。あとはこうマイク部分はね、自分でこう近さを調整できるので、ここもまたいいポイントです。あとはやっぱりマイクのミュートオンオフする機能がついていないっていうのがまた一つ欠点かなと思います、僕は。はい、それではね、こちらの商品のリンクを、説明欄の方に貼っておきますので、もしも気になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ見てみてください。僕的にはなかなか使いやすいかなと思います。それでは最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。それではグッバイ。